こんにちは、直弘です。秋の夜長ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、いろいろですね、うまくいかないこともあって、自分っていうのは未熟もんだなって思うことも、皆さんね、僕も含めてあると思うんですけども、そんなこともないかもしれないねっていうようなお話をちょっとしていこうかなと思います。僕もですね、まあ今年で35歳になりまして、まあ子供の頃、少なくともですね、こう社会人になる前の自分にとって35歳の大人っていうのは、もうかなりこう完成された、まあなんだろうな、大体のことは知っていて、まあ何ですかね、教養もあり、経済力もあり、まあ、なんだろうな、大人っていうのはそういうもんだろうなって思ってましたけど、自分がね35歳になってみて全然未完成であるということにですね、まあこれはな、こんなはずじゃなかったなってね、思う時もなんかあるんですけども、この間ですね、僕最近というか、2年前からですね、まあ煎茶道の道に入りまして、今はもう稽古を積んでいるところなんですけども、まあ煎茶道、抹茶道、総じて茶道と言いますけども、その茶道っていうのはものすごく禅の影響を受けてるんですね。茶禅一味っていう言葉もあるぐらい、お茶を喫することは禅をすること、禅の生き方をすることみたいな風にね言われますけども、その禅っていうのにも、まあ、日本では主流の流派がまあ3つありますね。曹洞宗、大漠宗、あと臨済宗ですね。で、その臨済宗のですね、まあ開祖になっている方がですね、まあ中国の昔の偉いお坊さんの、臨済さんっていう方なんですよね。で、禅はですね、もともと、まあ浮遊文字っていう言葉があるようにですね、なんかね、なんだろう、経典を作るな、みたいな。そういった思想が結構あったんですよ。まあめちゃめちゃあるんですけどもね。ただそれにとらわれるなという意味で、浮遊文字という言葉が結構強調されてるんですけども、なので、その臨済さんがですね、まあ昔聞いてたわけなんですけども、その彼もですね、自分でこう書物を残したわけではなくて、そのお弟子さんたちが、臨済さんがこんなこと言ってましたっていうのをこう集めた臨済録っていうのをですね、作ってるんですよ。なんかその、で、その臨済録の中にはですね、まあ、そんなね、こう、禅の、流派をですね、確立して自分の名前がつくような人ですから、さぞかし、もう、なんだろうな、共感できないような、人生を送ってきたのだろうな、っていうふうにね、一見思いがちなんですけども、結構あながちそんなこともなかったみたいで、やっぱりこう、一生懸命努力はしたそうなんですよ、若い頃。いろんなね、その、書物を読んだり、いろんな人に会いに行ったり、いろいろ考えて、こう、いろいろやってたらしいんですけども、やっぱり、若い頃って、なんか、これやってていいのかとか、自分は何のために生きてんのかとか、なんか、うまくいかねえなとか、そういうことばっかりだったっていうふうに、こう、弟子には言ってたそうなんですよ。で、でもですね、まあそういう、まあ、悪あがきというか、なんかこう、もがくというか、そういうような若い時代を過ごしてきた中で、なんか気づいたら、あ、なんか、これかもしんねえな、みたいなものに気づいたそうなんですよ。それがどういうものなのかは、まあ、ちょっと分かりかねないんですけども、まあ、本当に。だから、その、若い頃の悪あがき、無駄と思えるような、時間の過ごし方、っていうものは、結局は無駄になんなかった。だから、今、俺はこうやって、年を取って、まあ、何人かの弟子も継ぐような、人になったんよのみたいな、そういう話を臨済さんはしてたそうなんですよ。それをね、僕聞いて、ああ、こんなね、なんだろう、すごい
人なんですよね。そんな方もですね、やっぱり同じ人間で、基本的にほとんどうまくいかねえかった、その中でもこうなんだろうな、一生懸命頑張って、そしたらいつの間にか何かに気づく、そういった人生だったんだろうなっていうのを知って、あーなんかね、そんなもんだよなっていう風になんかいい意味で思いまして、うん、僕もですね、やっぱり35歳にしては全然未熟もんですけども、うん、ただなんか毎日こうもがいではいるというふうには自負しているので、うん、まあそのうちね、何かに気づくんじゃねえかなと、うん、いうふうに思いました。まあこのラジオをですね、ラジオっていうか動画をですね、まあ聞いてくださってる方っていうのは大して多くはないと思うんですけども、ですね、ありがたくもそうやってこうやって聞いてくれてる人にとってはですね、今回の話がですね、ちょっとでもこう背中を押すというか支える、そういったお話になってたらなんかいいんじゃねえかなっていうふうに思います。はい、なかなかね、世知辛い世の中ですけども、焦らず気負いせずですね、うん、時には立ち止まって自分と向かい合って、まあゆっくりやっていきましょうよっていうことでした。はい、ということで、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んで、まだ新しい一日をですね迎えていきましょう。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。このチャンネルではですね、このようにですね、動画とはいえ、もうほぼラジオみたいな、耳だけ貸していただきましたら、ちょっとクスッとくるような、あ、役に立つかもみたいなお話をなるべくお届けしておりますので、もしよろしければ、まあですね、こうやって聞いてくださいますとありがたいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。